姿生対空戦車他派は、大日本帝国陸軍が第二次世界大戦中に構想した対空戦車である。実用化はされなかった。設計着手は昭和17年4月である。一式中戦車を元とし、37mm 降車機関砲を連想形式で搭載する予定だった。開発は一義研及び四義研の共同で行われ、小倉造兵商と富士電機が試作した。 完成車両は存在しない。従来、日本陸軍の装備していた 20mm 高射機関砲と 75mm 高射砲には、車高上のギャップが存在した。そのため94式 37mm 機関砲が製造されたが、連射に難があり、実用化はできていなかった。日本陸軍が日中戦争において露角した兵器の中に、 ラインメタル製3 7トル降車機関砲が存在した。陸軍はさらにこの3 7ト、mm、ル機関砲を購入、昭和12年9月に試験を実施、優秀と判定した。昭和16年にさらに10問と弾薬1万発を購入、らしき3 7トル降車機関砲と呼んでいる。昭和17年4月には、 脱式を参考とした 37mm 公社機関法が完成、昭和18年3月に審査を終了し、市政一式 37mm 公社機関法と命名された。また30門の製造が決定されている。本機関法の審査の後、昭和19年春までに一式 37mm 公社機関法が正式制定されたとみられる。日本が 第二次世界大戦に突入した後、同リットル隊の東京空襲に刺激されて、校舎機関砲への要求が高まった。昭和17年11月、研究方針が見直され、機構部隊用として単一もしくは総連式に 37mm 校舎機関砲を装備し、簡易に装甲を設けた自走式のものが要求された。昭和19年6月、 陸軍兵器行政本部の小倉陸軍造兵省に対する通帳の中に一式自走三十七ミリメートル降車機関法二問の製造要求が存在し、早期式車両に三十七ミリメートル機関法を搭載する計画が研究されていたことを示している。この自走降車機関法は昭和十七年四月に設計着手、昭和十九年二月に第一回試験、 6月完成予定だったものの、完成しなかった。他、姿勢一式3 7トル降車機関法の所言を記載した書類には、なお次のものも研究中なり、自走式という内容が記述されている。姿勢一式3 7トル降車機関法の所言は以下の通り、合計3 7トル 銃全長は2 4 3 2ト、mm、ル、重身長2 1 1 0ト、mm、ルである。ライフリング長は1 8 1 4ト、mm、ル、方針内部にライフリング20畳が右方向へ刻まれている。点度は5度30。この機関砲は半導利用式で作動した。遊程は方針後座、回転管抜き古式である。球弾は保弾板から6発を装填し、 発射速度は180発毎分である。鉄鋼弾は、玉長 153mm、弾量 700g。これを 260g の装薬で撃ち、初速は秒速 920m である。射撃時の誤座効力は 2000kg。方針と方芽が各180、mm、各 180mm、150mm を座して、この衝撃を干渉した。 校庭社会はマイナス5から95度。射程は水平方向に1万メートルと推定され、垂直には3800メートルである。校舎小順部は、自家距離、実高速式と記載されている。車体に関する書類として、昭和18年8月1日付、平成儀比、第千七0 7校が存在する。第4陸軍技術研究所関係の極秘性兵器の欄に、 各種新型戦車のほか、姿勢対空戦車、他派の名称がある。区分は、軍事極秘。また極秘を示す表示として、正面聖書の下面に、文字盤を付けることが指定された。秘密とされる内容の指定は以下である。昭和19年1月、陸軍兵器行政本部技術部が作成した、昭和19年1月各陸軍技術研究所試験、予定表の中に、 4議県の自保射多発射竣行試験の予定が記載されている。期間は19年1月9日から1月12日、静岡県にて松原隊員が担当することとされた。一方で、搭載兵装の製造は難航していた。小倉陸軍造兵省の報告書中に見られる 37mm 機関砲の製造困難な理由として、バネ工が入手困難であること、 バネ自体の製作が急速に困難化したことを挙げている。以前から予定されていた30門の製造は、姿勢一式 37mm 公社機関砲7門、一式 37mm 公社機関砲23門に変更されたが、これらの生産に関し、バネコ、車輪など民間工場からの部品が供給されず、結局、 小倉陸軍造兵省ではほとんど完成させることができなかった。戦後、アメリカ軍用に作成された資料1944年兵器生産計画書では一式 37mm 降射機関砲の製造計画として8、9、10月に各3門を予定11月に生産打ち切りとなっている。ありがとうございます。